宮津線は、京都府舞鶴市の西舞鶴駅から道府宮津市の宮津駅を経由して、兵庫県豊岡市の豊岡駅に至るウィラートレインズを、第2種鉄道事業者、北近畿単語鉄道を、第3種鉄道事業者とする、鉄道路線である。営業場は、西舞鶴駅宮津駅間に、宮前線、宮津駅豊岡駅間に、宮豊線の愛称が付けられている。本項目では、 主に単鉄移行前の概要について記すこととする。単鉄移行後の運行形態、運行状況については、以下の記事も参照。元は、日本国有鉄道、西日本旅客鉄道の路線で、1990年4月1日から、北近畿単語鉄道が運営していたが、2015年4月1日からは、京都単語鉄道を、第2種鉄道事業者、北近畿単語鉄道を、 第三種鉄道事業者とする上下分離方式によって運行されている。丹後半島の付け根を通り、日本三景の天の橋立てなどへの観光の足となっている。京都丹後鉄道宮、前線運行形態及び京都丹後鉄道宮豊か線運行形態も、山椒沿線に観光地や海水浴場を数多く控えていることから、観光輸送や、夏季の海水浴客輸送のために、 大阪、京都方面から多くの特急列車が設定されていた。かつては、舞鶴線西舞鶴駅経由でも京都方面との特急列車が設定されていたが、2008年3月15日のダイヤ改正で全ての特急列車が宮福線経由に変更され、西舞鶴駅宮津駅間は快速、普通列車のみの運転となった。また、 新大阪方面への直通列車は2011年3月12日のダイヤ改正で全廃された。西舞鶴経由の優等列車については、橋立、遠隔及び木の先遠隔を参照。普通列車は沿線住民の生活の他に、宮津駅、天橋立駅での特急接続を考慮したダイヤとなっている。1から2時間に1本運行されている。夜間白は、 西舞鶴駅、宮津駅、網野駅、豊岡駅で行っており、始発列車は、西舞鶴駅が、網野発6時6分、豊岡発5時56分、豊岡駅が、宮津発5時54分、西舞鶴発6時17分である。最終は、西舞鶴発が、豊岡駅20時45分、網野駅が22時、22時台2本目の24分発が、宮津駅である。 豊岡発西舞鶴行きは21時26分である。観光型列車として一部の普通列車が、丹後悠々号、丹後赤松号、丹後はお松号、丹後黒松号として運転される。京都丹後鉄道移行後の車両については、京都丹後鉄道具、舞線車両及び、京都丹後鉄道具豊線車両を参照のこと。JR 西日本の車両。 研修貨物列車は西舞鶴機関区が旅客列車は豊岡機関区の機関車が主に担当していた。宮津線は京都府内の国鉄線では最後の蒸気機関車運転区間だった。宮津線の周辺の鉄道を付設しようとする動きは明治期からあり、特に後の宮福線にあたる福知山と結ぶ鉄道の計画は何度も繰り返されてきた。 鉄道建設の運動をしていた地元の単語鉄道、旧設規制同盟会では、民営による鉄道建設と運営の難しさを感じ、国による建設を訴える方向に転じた。これを受けて1918年の帝国議会で、舞鶴と峰山を結ぶ峰山線の建設予算案が通過した。当初の建設計画では、舞鶴から真壁峠を越えて、しだかり良川を渡り、 揺ら川砂岩に沿って下って、現行ルートに取り付くようになっていた。しかし河橋の計画を知った潮流の大江地区などからは、橋が水流の障害となって引き起こされる洪水への懸念から強い反対運動が起きた。そこで再調査の結果、1921年7月の計画変更で、神崎村まで揺ら川湾に沿って下って、川口付近で揺川を横断する。 現行計画に改められた。その後舞鶴川から工事が順次進められ、宮津線として網野まで1926年12月に開通した。さらに、豊岡までも、峰豊川線として計画され、豊岡側からも工事が進められた結果、1932年8月に、全通し、峰豊川線は、宮津線に編入された。全通後は、 鉄道省日本国有鉄道が運営をしてきたが、国鉄の経営悪化に伴い1980年の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の規定により特定地方交通線に指定された。その頃、国鉄が開業させる予定で建設が進められながら、同じく国鉄再建法の規定で建設中断となっていた宮副線を引き受ける第三セクター会社として、 宮福鉄道が設立されることになっていたことから、地元ではこの会社に宮津線も引き受けさせて、第三セクター化することとした。宮津線は、その後西日本旅客鉄道を経て、宮福鉄道を解消した北近畿単語鉄道が1990年4月1日から、承継した。同日廃止の鍛冶屋線、大子祖線とともに最後まで JR 運営で残った、 特定地方交通線であり、各線の廃止、経営移管を最後に特定地方交通線全線の転換が終了した。第三セクター化後、宮福線の高速化、電化事業に関連して、宮津天橋立て間の電化が実施され、京都や大阪方面から直通の特急電車が乗り入れるようになっている。その一方で、過疎化やマイカー化等により、 普通列車等の地域交通としての役割が揺らぎ、さらには高速道路の延伸に伴う観光客のマイカーバスへの転移などもあって赤字が山積してきており、特に天橋立と洋菓方面の乗客源が特に顕著なことから、北近畿丹後鉄道の経営主体の京都府は、兵庫県に対し、運行本数見直しや一部路線の廃止も含めた検討を始めたことが明らかとなり、 地元自治体と検討会を設置し、2011年9月までに結論を出すとしていた。検討会は当初予定より1年遅れて2012年9月に中間取りまとめオフに提出し、この中で上下分離方式の導入や経営組織の変更、設備更新投資、台や企画乗車券の見直しなどの提言を盛り込んだ。2015年4月1日に 鉄道運行事業が北近畿単語鉄道からウィラーアライアンスの子会社であるウィラートレインズに移譲された。これに伴い京都単語鉄道が第2種鉄道事業者、北近畿単語鉄道が第3種鉄道事業者となり上下分離方式による運行を開始した。同時に路線相称と路線記号、駅番号が設定された。 1927年の北丹後地震により、網野駅構内で横転した8620系、蒸気機関車県員の列車国鉄 JR 西日本、編集北近畿丹後鉄道京都丹後鉄道、編集、京都丹後鉄道具、舞線駅一覧及び、京都丹後鉄道具豊川線駅一覧を、参照具つ線に関するカテゴリー。ありがとうございます。